で、これ俺のカブトムシ。何やってるんすか。お、これはカブトムシ。何、こんないい加減な雑多な飼い方してるんですか。ダメ、これじゃまず間違い探しですよ。見てくださいよ、こんなにオス喧嘩するに決まってるじゃないですか。毎日毎日喧嘩に明け暮れて満足に餌食べれないじゃないですか。しかも見て、この過密、この空間のなさ。カブトムシのオスはだいたい潜るにしてもここら辺だから、こんだけたくさんおがくず入れる必要ないんですよ。全然ダメダメ。そうなの。ということで、まず今日はこれをちょっと適正にするということで、昆虫マットないんですか。いいのあります。こんな、いやこれはクワガタ用ですよ。この朽木を崩して作ったようなマットは全然カブトムシに向きません。カブトムシ用のマットっていうのはこういう風に腐葉土のように、腐葉土が腐ってできたような黒い土です。これを湿らして使います。ということで、これがいいんじゃないかな。おちけんさん、ちょっとお願いします。はい、どれくらい。こんなもんですよね。10センチぐらい、10センチぐらいあればいいや。お、湿り具合もうちょっと湿った方がいいけど、で今度止まり木がないけど、オスとメス分離して、これメスですよね。こんな感じで入れればいいの。ダメ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 。なんでかっていうと、今いきなり袋を開けてこういう昆虫マットを入れたら、水分を加えたらこっからガスが出て成虫が死んでしまうということだから、成虫を入れる前に1週間ぐらい前に加水して封を開けておいて、ガスを出してから昆虫入れなきゃダメなんだよ。これがカブトムシシークロ鉄則。知らなかった。昆虫マットはそのまま袋から開けただけでは乾燥していて使えない場合が多いので、加水して使います。加水する基本の量というのが、最初は水を弾いてしまうので霧吹き等で十分湿らしてください。全然足りません。十分湿らして、だいたいそうですね、適当に今バーって入れますが、こういう風に水弾いてしまいます。そしてよく攪拌して、こう軽く握ってすぐ崩れない程度の湿り具合になるようにしてください。これぐらいの湿り具合にして1週間25度くらいのところに置いておいて、十分ガスを出してください。それからカブトムシを入れましょう。ということで、次回は餌のセッティングや産卵セットの組み方も含めて昆虫の飼育についてご紹介したいと思います。7月下旬に園芸ラボでは夏休み自由研究特別講座、カブトムシはどんな昆虫ゼリーが好きかっていうのをやるよ。予約して申し込んでね。またねー。